一生に一度しかないデビュー日っていうやつですよ。で、それもあって、ちょっと、そこはかとない緊張感が今ここに漂ってるんですけど、毎週この時間は素敵なゲストをお迎えしているゲストプラス、今夜のゲストは、この方々です。せーの。ジュースジュースです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、一人ずつも自己紹介していただきましょう。お願いします。はい。リーダーの大学1年生、19歳の宮崎優香です。サブリーダーの高校3年生18歳、金沢智子です。高校1年生16歳、高木さゆきです。中学3年生の14歳、宮本かりんです。中学3年生の14歳、上村あかりです。ちょっとはって思ったのが、年齢差結構あるんですね。はい。宮崎さんが、19歳です。19歳で。はい、でも19歳で大学生にしては、かなりもう若く見られるでしょ。ああ、そうなんです。そうでしょ。はい、でもリーダーだから、まあ最年長なのもあるでしょうけど、はい、性格的には割としっかりしてる？いや、しっかりしてないです。しっかりしてないですか？金沢智子ちゃんがすごくしっかりしてます。いやいやいや。それはわかる。全員もう黒髪の、こう、女子いらっしゃってて、宮本さんだけショートなんですけど、はい、そのこう、黒髪の清楚な中で、すごいちゃんとした学級委員長タイプに金沢さんが見える。いやー、この間イベントがあったんですよ。でイベントがあっていろんな人たちが出て喋る中で、ものすごいびっくりしたことに、アナウンサーよりもちゃんとした喋りができる人。いやそうなんです。とんでもないです。本当にすごいです。私リーダーなんですけど、あんまりジュースジュースでイベントさせていただくときに、あんまり私は仕切る感じじゃないんですけど、金沢智子ちゃんが全部仕切ってくれて、あのイベントの中でも、だから金沢智子ちゃん本当にジュースジュースの MC には欠かせないなって。そうね、思います。はい、いやもうすっごいちゃんとしてる一方で、なんかこう細かいとこ見ていくと、最近好きなことはなんか洗濯機を見つめていることですね。それはどうなんだろうみたいな。どういうことなのそれ。なんか洗濯機が洗ってるじゃないですか。その姿を見てると癒されるんですよ。姿って何。なんかこうドラム式にこう変わって洗濯機が家の、それで、やっぱりなんかこう見えるじゃないですか、中が。だから見てみようと思って見てたら、ハマってしまいました。ああ、それで癒されてる気持ちになるんだ、だんだん。はい、ずっと見てます。それに対して確かにね、高木さんが突っ込んでたのもその通りだよね。不思議だ。いや、でも不思議なところはみんななんかそれぞれあるなって思います。はい。本当。でも見た感じ、高木さんはすごいニュートラルな感じをすごくするんですよ。すごくするんですけど、その一方で、その隣にいる上村さんが完全に不思議な空気をずっと出してる。リズムが、別に特にリズム取る必要ないんですけど、ちょっとずつ揺れてますよね。確かに。それ本当に学校でも言われて、いつも揺れてるよねって言われます。いつも揺れてる。何それ。何ちゃんか。ああ、いつも揺れてます。そうですね。揺れてるっていうより、くっついてくるんですよね、まず。おはようみたいなくっついてくるんですよ。だから、不思議どころじゃないです。自立してない感じが。ふわっと来る感じなんですね。そうなんですよ。そして真ん中にいる宮本さんなんですけど、宮本さんは歌ってる時にものすごい大人っぽい感じかと思ったら、ここ来る時って、なんか前のめりね。そうなんです。全然違うね。違うんです。それすごい言われません？でも、研修生の時に、こう、なんか、前前っていうのをやってたので、なんかそういうのが抜けてないんだと思います。そうなんだ。はい。だけど喋ってる時に、ここはなんか緊張感ありそうなところなんだけど、ずっと笑顔っていうですね。緊張とは違って、割と、大物だぞっていう感じがする。いやいや、そんなことないです。で、今日は、ラジオ的には、ニッポン放送初めて来てくれたんですよ。まあ、デビュー当日ですから。はい、で、そうすると、こう、ジュースジュースっていう名前の由来みたいなと気になるとは思いますが、はい、まあ、じゃあこれ説明してもらうのは誰がいいですか？これはリーダーに。はい、私たちジュースジュースというユニット名の由来は、取れたて、もぎたて、新鮮、天然、100% で絞りたてというように、いつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットになってほしいという願いが込められています。はい、これがハロープロです。こういうのちゃんと全部用意して綺麗にやってくれるのがハロープロジェクトです。で、今のそこも気になるんですけど、よく調べていくと、担当フルーツがあるんでしょ。はい、担当グループのカラーとかよくあったんですけど、はい、何フルーツってどういうことですか。つんくさんが私たちにそれぞれのイメージに合ったフルーツをつけてくださいました。ちなみに皆さんのそれぞれの担当フルーツは。はい、私宮崎優香はピーチです。はい、私金沢智子の担当フルーツはリンゴです。はい、私高木さゆきはレモンです。私宮本かりんはブドウです。私上村あかりはメロンです。一応みんな分かりやすい果物ではあるんですよね。難しいこう果物とかではないんだけど、はいはい、ただ自分が、じゃあ例えば宮本さんはなぜブドウなのかって分かります？分からないんだけど。言ってもらえてなくて。はい、
教えてもらいたいんですけど。え、これ、じゃあ、例えば、高木さんは、レモンだというのは、はい、つんくさんにいきなり呼ばれて、あなたはレモンですって言われるの？なんか、ユニット名が、ジュースジュースっていうユニット名が発表されるときに、なんか VTR で見てたんですけど、うん、そこでなんか急に言い出しました。はい。じゃあ直接言われたわけですらなく、知らないうちに私はどこかでレモンということにどうやらなっているらしい。はい、そうです。でもなんかそれぞれ合ってるなって思います。合ってるな。本当？すごいな、もうみんなプロアイドルだよね、発想がね。なんか自分のこのキャラがどうのみたいなことを、はい、昔はさすがにデビューしてからしばらくしてから考えてたと思うんですよ。いくらなんでも14、3段階で自分がデビューしてどうこうまで考えるのって、はい、もう今だからだなってすごい思うんですよ。でもすごい滑っちゃって、そのハロープロジェクトのコンサートで、私だけ絵が下手なのにいじってもらえないから超滑っちゃって。いやだからそういうね、滑るとかいじってもらえないとか、まだ考えなくて大丈夫だ。世代ですらあるはずなんだよ本来は。はい、だからもうちょっとね、受ける絵を描けるようにしたいなと思います。あ、はい、そこまでね、でもプロ意識にこうがあるからこそそうなるわけじゃないですか。はい、だから逆にあえてこういう時になんかどういうアイドルになりたいですかみたいな時に用意された答えもあると思うんですけど、はい、もう一回そういうのキャラがどうとかもうみんな分かっちゃってるわけじゃない。分かった人がそういうのを忘れるのは無理なわけでしょ。はい、でもうジュースジュースとしてデビューすること決まったわけじゃないですか。はい、で決まって他にも、まあ、いっぱい世の中にはアイドルがいて、はい、で自分たちがもうアイドルになりたいと思ってデビューしたいと思ってここまで努力してきたわけでしょ。はい、とうとうデビューじゃないですか。はい、そうするともうこの先こうしたいみたいのはまあそうなんかいわゆるオフィシャルなコメント以外にもあるでしょう。ああ、じゃあ一応リーダーから聞くと、はい、ジュースジュースは今どんなアイドルになりたいですかって言われたらどんな答え。ジュースジュースじゃなくて私本当に南極に行きたくて、そのことが頭を今占領しちゃったからどうしようって思っちゃって。ちょっと待ってください、今グループ内に動揺が広がってますよ。どういうこと。リーダーが南極に行きたいらしいっていう。急だね。まだ行かないで。まだ行かないんですけど、そのことが今頭を占領しちゃってどうしようって今ちょっとパニックになっちゃったんで、ちょっとともこに助けを求めて。待って待って、こういうことって今まで宮本さんありました？そうですね、初めてっていうのもあるんですけど、まあ、ゆかちゃんなら想像できるかなっていう。こういうありえない範囲ではないと。はい、ありえる範囲、ね、ありえる範囲の天然なんで。ゆかちゃんもそして今上村さんを指してましたけど、上村さんには勝てないってことですよね。はい、だって、上村さん南極行きたいですか？私は南極大丈夫です。まあそうだよね。なんでグループでどこ何をしたいだろう、したいかって話を聞いたらいきなり南極行きたくなったのか不思議でならないけど、まあ、とりあえず今南極で頭いっぱいだから、はい、他の人に答えてもらえたら、はい、嬉しいです。そうですか。わかりました。じゃあすいません、リーダーがこの状態なんです。はい、私たちはフレッシュにもいたいねっていう話ももちろんしてるんですけど、かっこよくクールにいるっていうのも目標にしてるっていつも言ってるんですけど、でもそれだけじゃなくて、やっぱりこの今のゆかちゃんみたいな個性を私はなんかみんな生かしたままこう成長していきたいなっていうふうに思ってます。ちょっと思ったのは、今かっこいいっていうのは、はい、ちょっと意識してますよね。確かに、はい、してますね、うん、ちょっとどころじゃないです。あ、そうなの。かなりしてます。かなりしてます。かなりしてる。はい、それ例えば高木さんどんなとこが意識してるの？いや、もう表情とかもそうだし、あと普段の私服とかも、まあちょっと最近は意識しつつとか、あとはやっぱり曲もすごい大人っぽい曲ばっかりなので、それに自分たちもこう背伸びをして歌えるように。はい。でもそうだね、いろんな方向で人を楽しませるし、いろんな方法で笑わせるとかいろいろあるけれども、その笑わせるとかじゃなくてかっこよくやりたいとこあるんよね。確かにね。はい、あ、まあほっといてもみんなこう可愛いの方は、まあ言う、自分たちで言うことじゃないでしょうけど、可愛いの方は多分ほっといても出るわけですよ。いや可愛くあえてしなきゃいけないと、可愛い方も努力しなければ出ないと。そうですね、そうですね。顔とかね、みんな頑張ってね、可愛くしないとって。プロだな、もう発想が。言ってましたよ、みんなで。昨日とかも、昨日とかもポニキャンの、そういうイベント一緒だったんですね。この間ポニキャンのそのイベントの時に、金沢さんは冷静に、ここの場合は収録だからそう違うかなっていう指示を今冷静に目で送り、そしてそれを受け取る高木さんっていう、できてるなぁ。ルート、この間ポニキャンアイドルクラブの感謝祭の時に、他のアイドルさんたちのこと見ててすっごい真剣に楽屋でみんなで話し合いが始まって、周りがすごすぎちゃって、もう私たちこれじゃダメだって言って、もうみんなで真剣にね話し合ってたんです。
ちなみに他にも、まあ、アイドリングだったりとかベビーレイズとかネバンビとかいろいろいましたけど、はい、何に焦ったの？例えばこの人を見てこうみたいな。私宮崎ゆかは、うん、あの MC が特に焦りました。あの他のグループさんの MC を見て、うん、なんで笑ってんの？いや、こう言っちゃなんだけど、例えばあの、アイドリングの MC とか、あの、参考にしようにも無理だから。あでもなんかその、間とかが、私たちはまだまだなんか、できてないから、ね、そういう部分で MC すっごく。ああ、そう、はい。みんなすごい可愛くて、やばいって思いました。すごいやばいと。じゃあもうあのパフォーマンス全体が可愛いと。喋ってることがばっかりじゃなくて。顔も可愛いし、そしてパフォーマンスがすごい勢いがあって、盛り上がってて、本当に盛り上がってるし、やばいなと思いました。はあ、でもそんな中でも、僕はあの、多分今まで人前で喋ることを、そんなにやったことがない人が、多くて当然だと思うんですけど、はい、金沢さんとかマジですごいと思いましたよ。いやいやいや、しかも金沢智子さんはあれなんですよ。あの入ったのハロプロ研修生に加入したのが本当に最近で、あね、そうなの、はいはい、この中で一番新人なんです。え、あ、そうなんだ。じゃあまだ本当に1年2年の、いやもう1年も経ってない、ってないよね。そうだね、はい、え、じゃあそれまでってアイドルになろうと思ってなかったの？あのアイドルはもともと好きで、うん、特に先輩のキュートさんが大好きだったんですけど、うんうんうん、でもアイドルになろうと思ったことは本当に一度もなくて、うん、あのサイン入りポスターが欲しくて、うん、カラオケコンテストに応募したんですよ。あの優秀賞を狙ってたんですけど最優秀賞になってしまってポスターがもらえなかったんですよ。その代わりに一緒にキュートさんと歌わせていただくっていう権利をもらって、それで初めて生でこうパフォーマンスを近くで見せてもらって、そしたらああかっこいいなって、もうその時にアイドルなりたいなって思って、はい。現状デビューまでなってんの？そうです。すごいことだね。すごい。はあ。じゃあそれまでは、もうアイドル以外のものに何かなろうとか、あの、公務員になろうと思ってます。わー、すごい。これ今メンバーも初めて聞く話。初めて。すごい。はい。そうだったんだ。はい、いや、でも公務員としては、なんだろう、こちらが、まあ僕公務員じゃないですけど、会社員として、金沢さん面接に来たら、はい、あの子取りましょうって言う、うん。異常に優秀で。いやいや、とんでもないです。さて、じゃあそれでは、あの、ただですね、曲、かっこいいのは、曲からものすごくよくわかります。あの、今回、トリプル A 面なんですけど、あの、3曲ともすごい、かっこいい系の歌ばかり。はい。なんですよ、はいはい、でその中から、1曲聴いてもらいたいと思うんですが、じゃあそれでは曲紹介を皆さんにお願いします。はい、今日発売の新曲です。それでは聴いてください。ジュースジュースでロマンスの途中。聞いていただいてるのはジュースジュースのロマンスの途中。トリプル A 面で今日リリースされて、すごくかっこいい曲聴いてるんですけど、その間にすいません、リーダー宮崎さんに今なぜさっき何曲にしたくなったのかって話を聞いてたんですけど、何曲大好きなの？はい、あの最初はあの授業でと何曲の授業があって、いや待ってください待ってください、僕のあの学校の授業の時間割に何曲っていう授業になかったんですけど。 あったんですよ。嘘、ちょっと待って、本当に何曲ってあったの？あ、違います、大学です。あー、でも大学、いや大学でも南極はなかった。本当に、何学部行ってんの？特殊、特殊だと思います。今俺が想像する限りだと東京海洋大学とかでも行かないと多分ないよね。南極とかって、なんか、ね、そういう講義があって、そこから南極についてあの調べていくうちに大好きになって、いっぱい調べるようになって、もう南極行きたいってすごい思ってます。そうか、いやすいません、結構すごい可能性を感じたよ、いろいろと。で、あのすいません、聞いてもらった曲についての話が全然なかったんですけど、はいはい、今回3曲入ってるじゃないですか。じゃあこれじゃちょっと宮本さん行ってみましょう、はい、まずはこの3曲のうちロマンスの途中って、この曲はどういう曲ですか？はい、この曲は、サビが命令口調になっていたり、ね、とても強気の女の子が主人公なんですけど、とてもリズミカルで、でダンサンブルで、あの一緒に盛り上がれるし、あとそうですね、みんなのかっこよさが際立ってる曲だなっていうふうに思ってます。そして今聞こえてきてるのがサミダレ美女の方が聞こえてますけど、じゃあこれは、じゃあ金田さん説明します。はい、ね、あのサミダレ美女がサミダレるはメモリアルエディットということで、あのインディーズ時代の、うん、セカンドシングルをあのまたレコーディングをして、はい、気合を入れてアレンジも変えてもらって、あの感想のところにギターをこうちょっとかっこよく弾くような振りがあるんですけど、そこがみんなお気に入りなので、ぜひ弾いてほしいなと思います。はい、はい、
じゃあそして、じゃあ私が言う前に抱きしめなきゃねに関してはじゃあ高木さん言ってみましょうか。はい、この私が言う前に抱きしめなきゃねも一度レコーディングさせていただいたんですけど、もう感想が今までおいおいってやったところをすごいセクシーなダンスが加わって、すごいそこが見せどころでかっこいいなっていうふうに思うので、そこにも注目してもらいたいなと思います。そう、やっぱこうデビューに向けてジュースジュースはかっこいいを一つこうテーマにしようってまた分かる感じですよね、こうエディットが変わったところからしてもね、はい、ああ、さあそして、今回デビューシングルが出てイベントもあるということなんですが、じゃあイベントに関しては誰に説明してもらおうか。はい、私が、はい、上村が説明します、はい、本日発売された私たちのメジャーデビューシングルの発売記念イベントを開催することが決定しました。9月12日東武百貨店池袋店、そして9月13日金曜日ララポート東京ベイで開催します。はい、ってことで明日明後日2日間で開催ってことですね、場所的にはね、はい、であと9月の15日にもあると。はい、はい、9月の15日の日曜日横浜ブリッツでハロプロ研修生発表会2013 9月の生卵ショーを開催します。皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。でそして皆さん割とまめにブログを更新している。はい、最近更新してます。最近更新してる、はい、今まではそうでもなかったってこと。はい、まあね、デビューも近づいてきたわけだからね、はい、ここは甘めにしといた方がいいですよね。はい、ジュースジュースは、ジュースは普通にローマで JUICE で、間はいわゆるイコールで、はい、2つつなげて検索していただくと、出てきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、じゃあ初めての日本放送出演でしたけど、とりあえず思い残すところないですか、ね、はい、はい、大丈夫、南極についてもう少し語りたかったとかは、大丈夫なんですけど、その他詳しい情報はハロープロジェクトのウェブサイトチェックしてほしいです。はい、最後のところいいな、なんかこうハロープロっぽさと本来持っているブレ玉っぽさが両方、たまらない感じですけど、今日はジュースジュースの皆さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。